私たち矛先は先日5代目から6代目に代替わりをいたしまして、この真鶴よさこいが6代目矛先としての初めてのお祭りとなります。見てくださる全てのお客様に新しい矛先を、新たな6代目矛先をお見せします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。作は刹那に、願うは永遠に。舞い降る様は夢見草。
の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。